はい、今回の動画は大事なファイルを誤って編集できないようにする方法を解説をします。 でこの作成したファイルで、ねまあ、非常に大事なファイルをです、ねまあ、ちょっと誤ってです、ね、少し編集を加えたもので浮気保存ということを、ね、思わずしてしまって困ったという、ね、経験がされたことは、ね、ある方がいると思うんですけどが、まあ、そういった場合です、ね、このファイルの方をですを、ね、読み取り専用ファイルというものにすることによってです、ね、誤ってです、ね、この上書き保存されることができないようにすることができますので、まあ、今回の動画ではその設定方法を解説をします。 じゃあそれではですね今回じゃあこの Excel ファイルですね、このテストっていうこの Excel ファイルをですね、この上書き保存できないようにする場合ですね、このファイルのアイコンの上でマウスを右クリックしてもらって、このプロパティというところをクリックしてください。そしてこのね、p r o p e r の画面が開きますので、この全般タブのところを選択された状態で、この下の属性のこの読み取り専用というところですね、こちらにチェックをつけます。これで OK ボタンを押してください。そうするとこれでですね、このファイルの方が読み取り専用になりますので、ちょっとね、このファイルの方を開いてみます。 はいでファイルの方を開くとねこの画面の上部のところですね読み取り専用っていう風になっているのが分かると思います。で例えばですけど、じゃあここのね数値をじゃあ変えましたと、でこれでですね上空保存ですね、この左上のこの上空保存のねマークのところをクリックしてみます。 はい、そうするとね、このね、テキストは、えー、読み取り専用のためにお書きできませんということで、まあ、新しい名前でブックを保存するか別の場所に保存する必要がありますということでですね、こう思わずですね、この大事なファイルを何か編集して、弱、ま、気、あ、保存ってね、やってしまうことをね、あの未然に防ぐことができますんで、まあ、ある程度この出来上がった大事なファイルはですね、この読み取り専用という風にしておいてもらえるといいかなという風に思います。それではね、今回の動画は以上になります。今回も動画の方最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。